皆さんこんにちは、マリンです。はい、今日はあの日ですね。2005年に YouTube が始まりました。これ本当みたいで、2005年の2月14日に YouTube が始まったそうなんです。ので、まず YouTube さんおめでとうございます。まあ置いといて、はい、今日はバレンタインですね。ということで、じゃじゃん、リップ型のチョコレートを作ってみました。結構お店でね、1000円とか2000円とか高く売ってたりするんですけども、簡単に可愛くできちゃうし、安くできちゃうので、では早速作っていきたいと思います。はい、まずはこちらを購入しました。こちら口紅型のシリコンの型です。これをこうやってセットして固めるそうです。それにこちらの口紅の型も用意しました。ちょっとおしゃれな感じがすごく可愛いので気に入っています。2つあるので、1つは定番なチョコ色に、もう1つは赤色の口紅を作っていきたいと思います。そしてこちらの容器も使っていきたいと思います。では早速チョコリップ作っていきましょう。じゃじゃん、ガーナチョコレートを今日は使っていきます。細かく割って湯煎していきます。ではいい感じに溶けたので、型の中に流していきます。こんな感じですかね。それではこれを冷蔵庫の中に入れて冷やしていきます。次はガーナのホワイトチョコを溶かしていきます。ここにほんのちょっと生クリームを入れます。ホワイトチョコが溶けたので、ピンク色を足していきます。混ぜていきましょう。ではこれをこのリップケースの中に入れていきます。これも冷蔵庫の中に入れて冷やし固めます。はい、チョコが固まりましたので取り出していきます。いい感じにできたんじゃないでしょうか。ではこれをちょっと洗って次の口紅に移りたいと思います。次はまたホワイトチョコを溶かしていきます。ホワイトチョコは溶けるのが早いので気をつけなきゃですね。次は赤いリップを作っていきます。あ、開いてない。ではこれを型の中に流していきます。ちゃんと型全部に入ったので、これを冷蔵庫に入れて固めていきます。では取り出しましょう。はい、では2つできたので、早速容器の中に入れていきたいと思います。ではこの容器の中にチョコレートを入れていきたいと思います。で、このチョコレートなんですけども、後で結局私が食べると思うので、ちょっと直接手で触ってしまいますが、お友達とかにあげる場合はちゃんと手袋とか気になる方はした方がいいかなと思います。ではこのチョコレートなんですけど、まずここを切り落とします。そしてこれをこの中に入れます。いい感じじゃないですか。ちゃんと閉まります。できた。じゃあピンクの方も同じように入れていきます。最後まで出して入れます。あ、かわいい。で、ちゃんと閉まるか確かめます。チョコレートリップの完成です。そして最後にじゃじゃん、こちらのリップも固まりました。
チョコレートリップ完成です。じゃあ早速食べていきたいと思います。なんかちょっともったいないな。美味しいです。じゃあせっかくなのでこっちもちょっと食べていきたいと思います。これはスプーンとかあると食べやすいと思います。普通にめちゃくちゃ美味しい、はい、皆さんいかがでしたか。すごい簡単にね、可愛くできちゃうのでぜひぜひ作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。